リリアン、進捗はどうだ？芳しくない。フーゴの行方についていくつかの知らせは届いているが、いずれも決定打に欠ける。ロザリス付近での目撃でもあればよいが。そうか、もうしばらくかかりそうだな。お前の考えがまとまるまで待たせてもらおう。ここで待つのか？いけないか？君、世が世なら冷酷無慈悲な暴君になってそうだな。安心しろ。俺が君主になることだけはなかったはずさ。それは頂上だね。クライブ、ちょっと来てくれ。ちっとばかり、厄介な客だ。客だって？世話になったな。旦那ならいつでもどうぞ。バイロンおじさん。おお、クライブ、お前のおじさんがはるばる会いに来てやったぞ。ダルメキアから停戦の申し出があった。いかにすべきか。非を認めたというのであれば、こちらは断る理由はあるまい。ええ、この島もまだまだ物資が足りていない。ダルメキアからは相応の賠償をいただきましょう。さよう、金はいくらあっても困らん。まずは懐で誠意を示してもらおうではないか。無論、かような話ができるのもダルメキアを手玉に取ったオリビエ様の功績。まったくですな。そのお若さで風国プカと相対し、それだけでなくまさかこれを懐柔なさるとは、誠に感服いたします。聡明なるオリビエ様にクリスタルの加護を。大いなるクリスタルの加護。加護を。さて、残る問題はダルメキアの軍勢をいつ引かせるかということですが。ディオンが全て焼き払えばよいのだ。どのみち条約締結まで奴らが動くことはない。それまで停戦をちらつかせ、金品を持参させておけばよかろう。受け取ればそこで終わり。後の面倒を見る必要もあるまい。ゲイカ、ディオン殿下がご出陣なされば、敵もフーゴクプカを出してまいりましょう。もしそうなれば当然のことながら我々も甚大な被害を。フーゴクプカは出てこんよ。彼は遠方で戦ごと急ぎ戻ったところで到底間に合わん。バハムートとタイタンの勝負をこの目で見られんのはいささか残念だがね。民はいかがなさるのです、ゲイカ。万一戦火が広がろうものなら、居住区への被害は甚大に。多少の損害など捨ておけ。人が死ぬというならまた埋めばよい。建屋が燃えるならまた建てればよい。簡単なことではないか。ディオン。はい、ここに。せよですか。同じことを言わせる気か。直ちに陣へ戻るがよい。承知いたしました。ゲイカ、命とあらば直ちに。父上は何をお考えか。して星読みたちは何と。星々の動きに変わりなく、ディオン殿下に裏切りの強調ありと。アナベラが正しいようだ。そうか、ディオンめ。どうしておじさんがここに。とにかく桟橋へ降りよう。子供たちがいたずらを。騒がしいわね。久しいな、クライブ。出迎えご苦労。驚きましたよ、おじさん。ウェイドからこの場所を聞いてな。用事のついでに立ち寄った。何でも種火の守り手の者が戦火のロザリスでお前を見かけたらしい。だったら詳しい事情を知るのに直接話した方が良いと思ったのだ。確かおじさんはポートイゾルデでロザリス城からの避難民を受け入れていたのですよね。ああ、そうだが。少し伺いたいことがあります。作戦室にいらしていただけますか。よかろう。そうだ。おい君、そこの箱に2000万ギルほど持ってきた。活動資金の足しにしてくれ。2000万。わしが知っているのはそんなとこだ。なるほど、ポートイゾルド沖に船団か。しかしまさかフーゴ・クプカとやり合っておったとはな。奴の行方を探るのにわしの見聞が役に立てばよいが。どうだ、ビビアン。ああ、協力者から寄せられたウォールード兵の報告にロゼフィールド教の話を合わせれば流れが見えてくる。地図を使って改めて説明しよう。フーゴクプカは手勢を引き連れ、カイロからロザリアへと入った。ならばウォールードの連中はどうだろうか。ウォールード王国があらゆる戦場に顔を出せる最大の要因はその海軍力にある。黒き大型艦船アインヘリアルを旗艦とする艦隊は有名とどろく騎馬兵団と並んでかの国の2枚看板だ。灰の大陸に本拠を置くやつらが他国に入るには必ず海を渡らねばならない。素直に考えればウォールードもまたカイロでロザリスに入ったとすべきだろう。ここで問題だ。負傷したフーゴをかくまい養生させるのに最適な場所はどこか。治癒魔法に用いるエーテルが豊富にあり、奴が休める居城もある場所。そう、ドレイクファングに他ならない。ではカイロより現れたウォールード軍がフーゴクプカを連れ去ったと仮定しよう。ノズフィールド教の話によれば、ポートイゾルデ沖でフーゴの手勢とおぼしき船団が目撃されていた。だがドレイクファングの麓に入るには大陸南端を迂回する必要があり、波は高く時間もかかる。果たして重傷を負ったフーゴに命の危険もある長い船旅を強いるだろうか。そこに来てウォールードの兵装をした者たちが砂漠方面に向かっているとの報告が上がってきた。陸路を選択したとするなら、砂漠を横切ることで海路に比べてかなりの日数を短縮できる。つまり船ではなく、そのウォールード兵こそがフーゴクプカ闘争の本命だ。これが私の考えさ。なるほど、砂漠を渡ったか。確かにポートイゾルデで見た船団には違和感があった。どこか緊張感が薄いというか、士気が低いというか。ビビアン城はあれが陽動だというのだな。しかり。ご慧眼です、ロズフィールド卿。クライブ、ベルクロイ砂漠からドレイクファングへ向かえ。かなり時間は経ったが、足取りをつかめるはずだ。なら、わしも途中まで同行しよう。ちょうど、ダルメキア方面に用事があったところでな。わかりました。俺は支度を兼ねて仲間に行き先を伝えてきます。この辺りで待っていてください。おう殿、早く来てくれよ。ミドの工房作り、シド。おっと、フーゴの行方に見当がついた。これからドレイクファングへ向かう。まさか一人で行くってのか。今回の目的はフーゴを撃つことだ。マザークリスタルの破壊じゃない。危なくなればすぐにでも逃げ出すさ。ドレイクファング周辺はフーゴの息がかかってる。もし何かあったら、砂漠の耳ルジェナ・ダリミルってやつを探してみろ。それはシドと個人的につながってた協力者だ。ダリミル宿場に住んでること以外は俺も素性を知らない。あいつが死んでやりとりも途絶えちまったが、事情を話せば協力を仰げるかもしれん。心に留めておこう。そういや、ロズフィールド卿はどうすれば。艦隊しようにもうちの隠れ家じゃな。ああ、おじさんは俺と一緒にここを立つ。気にしないでいい。だったらいいけどよ。二人とも留守を頼んだぞ。気をつけてな、クライブ。こちらの支度はできました。おじさん、行きましょう。うん。善は急げだ。出発しよう。この道を通るのも久しぶりだな。しばらく行った先に宿場町がある。まずはそこを目指すとしよう。わかりました、おじさん。あの遺跡の先にダリミル宿場があるんだ。砂漠は迷いやすいからな。あれを目印にするといい。敵だ。随分前に幼いお前を連れてこの道を通ったことがある。確か兄上とドレイクラングの視察に行った時だ。父親と一緒に。さすがに覚えとらんか。ジョシュアが生まれる直前だったからな。お前は弟に会いたいばかりに帰り道は随分気もそぞろで一人急いだ挙句に馬から落っこちよってな。泣き叫ぶクライブを見てあたふたする兄上はそりゃ見ものだったよ。